なんか英語得意になってきたかも。赤城のおかげかな。じゃあおっぱい揉ませて。赤城さ、ここ図書室じゃん。うん。家だとイチャついて集中できないからここで受験勉強してんじゃん。うん。で、なんだって。涼子ちゃんのおっぱいを揉ませて。お前って頭いいくせに時々ほんとバカなこと言うよな。バカなこと？こんな人目のある場所で胸なんか触らすわけねえだろ。涼子ちゃんは粘り強くお願いしたらきっと揉ませてくれる。いや、ね、そんな気がするでしょ。なわけねえだろ。どうかな、涼子ちゃん推しに弱いし。私はそんな軽い女じゃ。知ってるよ。でも僕だけ我慢してるの。涼子ちゃんは？私は別に。もっとベタベタしたいとか思わない？思わな。なんだよ。わかるでしょ、おいでってこと。だから私は別に。いいんだよ、我慢しなくても。まあ誰にも見られてないし、ちょっとだけなら。その代わり僕にもおっぱいを揉ませて。なんだよそれ。僕にだけ我慢しろっていうの？じゃあいいよ、私はそんなに我慢してな。ほら。くそー。ほら、やっぱり我慢してた。お前が誘うからだろ。じゃあおっぱい揉んでいいんだね。いいんだね。好きにすればいいだろ。じゃ勉強に戻ろうか。は？なんだよ。いいんだよ、最初から揉む気はなかったし。涼子ちゃんはすぐその気になってたけどね。じゃあなんで揉みたいとか。僕が普段どれだけ我慢してるか知ってほしくて。なんだよ、私だけ甘えてるみたいじゃんかよ。そんなことないよ、僕も分かってもらえてすっきりしたから。あ、期待してたの。